この動画の初注意。ゆっくり朗読です。でも早口です。誤字脱字、読み間違いが多々あります。誤字脱字、読み間違いが本当に多々ありますので、テロップで確認してください。時折、現代では使われてないような表現が出てきます。以上、苦手な方はブラウザバックしてください。無人島に生きる16人、須川邦彦。心の土台。綺麗な佐野上に、みんなは、よく眠っていた。さつき22尾、無人島生活2尾目の、朝早くであった。私は、静かに起き上がった。そして、運転士と漁業長と、水府長の3人を、そっと帰した。4人は足音を、忍ばせて、天幕の外に出た。暁の殻には、星がきらめき、島も海も、まだ暗い。私は、すぐに海に入って、海水を浴びて、身を清めた。連れ立った3人も、無言で、私のする通りに海水を、浴びた。水浴が済むと、4人は深呼吸を、して、西から少し北の日本の、方を向いて、神様を拝んだ。それから、島の中央に行って、4人は、草の上にあぐらをかいて座った。私は、自分の決心を、打ち明けていった。今までに、無人島に流れ着いた線の、人たちに、いろいろ不幸なことがたって、そのまま島の鬼となって、死んでいったりしたのは、大概、自分はもう、生まれ故郷には帰れない、と絶望してしまったのが、原因であった。私は、このことを心配している。今この島にいる人たちは、それこそ、一粒よりの、本当の海の勇士であるけれども、ひょっとして、一人でも、気が弱くなって運まる。一人一人が、バラバラの気持ちではいけない。今日からは、厳格な規律のもとに、16人が、一つの塊となって、いつでも強い心で、しかも愉快に、本当に男らしく、毎日毎日を、恥ずかしくなく、暮らしていかなければならない。そして、立派な塾か、道場にいるような気持ちで、生活しなければならない。この島にいる間も、私は、青年たちを、しっかりと導いていきたいと、思う。君たち3人はどう思っているか聞きたいので、こんなに早く帰したのだ。運転士は、言った。よくわかりました。実は私も、そう思っていたのです。これから私は、塾の監督になったつもりで、しっかりやります。島で亀や魚を食べて、ただ生きていたというだけでは、アザラシと、大した違いはありません。島にいる間、お互いに、日本人として、立派に生きて、他実を国のためになるように、うんと勉強しましょう。漁業長は、私も、船長と同じことを思っていました。私はこれまでに、3度も偉い目にあって、九死に一生を、得ています。大しけで、歩中が折れて漂流したり、乗っていた船が衝突して、沈没したり、千島では、船が、暗礁に乗り上げたりしました。その度に、ひどい苦労をしましたが、また、いろいろ教えられて、いい学問をしてきました。これから先、何年ここにいるか知れませんが、若い人たちのためになるよう、一生懸命にやりましょう。一番おしまいに水府長は、丁寧に、一つお辞儀をしてから、言った。私は、学問の方は、何も知りません。しかし、幾度か、命がけの危ない目にあって、それを、どうやら無事に通り抜けてきました。理屈はわかりませんが、実際のことなら、大概のことはやり抜きます。生きていれば、いつかきっと、この無人島から助けられるのだと、若い人たちが気を落とさないように、どんな辛い、苦しいことがあっても、死を来を楽しみに、毎日気持ちよく暮らすように、私が先に立って、腕と体の続く限り、やるつもりです。彼の言うことは、真実である。彼の普段の行いをよく、知っている私は、全く心を動かされた。私は、今更ながら、3人の頼もしい強い言葉に、心から感謝した。こうして、無人島生活の心の、土台が築かれて、進むべき道が決まったのだ。4人が立ち上がった時には、東の水平線が明るくなって、海鳥が鳴き交わしつつ、
島の上を飛び始めていた。私は、この時から、どんなことがあっても、起こらないこと、そして、叱ったり、小言を言ったりしないことに決めた。みんなが、いつでも気持ちよくしているためには、小言は、邪魔になると思ったからである。